年末、私実家に夫と帰省した。両親と私夫婦で某スーパーに行き、普段見ることのない食材の数々に、夫が大興奮。格安の大きな肉の塊を見つけ、ついに、彼の料理心に火がついたらしく。母、夫くん、何か食べたいもの見つかった？夫、あのステーキ肉を。父、いいね、年末だから豪勢に行こう。夫、僕が料理してもいいですか？両親&私、ん？ 1kg 超の塊だったが、元運動部の弟もいるし、なんとかなるだろうと購入を決め、ついに、夫、キッチンに立つ。興味津々の実家の面々に見守られながら、赤身肉は、思ってた以上に柔らかく仕上がった。美味しかったと評判を受け、気を良くした彼は、翌日は、魚屋に買い物に出向いて、鍋料理を振る舞ってくれた。これも美味しかったので、最終的に、実家での彼の株が上がった。頑張りすぎたんじゃないかと心配してたが、二人では、なかなか買わない食材を扱うのが、楽しかったらしい。よくわからないけど、肉の塊には、彼を魅了する何かがあるようだ。今度は、自宅の冷蔵庫に、そっと買い肉を置いてみようと思う。